皆さん、こんにちは。ツコミゴードです。ちょっとジョギングしてきたから、ちょっと息切れてるんだけど、まあこれ今朝、撮るつもり動画だったんだけど、まあ一日ダラダラしてしまって、夜になっちゃいましてね、皆さん。今日は金曜日の夜で、火曜日の朝に出発するから、あとわずかの数日しか残ってないですよ、オーストラリアで。もう完全日本に移住するつもりなんだから、結構、荷物どうにかしなくちゃいけない。ドラムとかその機材の方はもうスタジオの方に置いてあるんだけど、そこはなんか在庫みたいなやつに入れてもらってるんだけど、それ以外は結構荷物多いよね。だから今日は今日もパッキングして、持っていく荷物だけ用意して、それ以外はもう捨てようかなと思ってますね。この後ろ見えるゴミ屋敷は実はゴードの部屋なんですよ。だから今から、まあ、掃除というより奥の荷物全部こっち側にどかして、で奥の方に日本に持っていく荷物だけ置いといて、この数日間そっちだけの荷物で生活してみる。でそれでも問題なかったらね、日本での必要なものを全部揃ってるということになるんかなと思うんだけど、まあ本当は海外行くときに本当に携帯とパスポートと財布だけあればもうなんとかなるんだけどね。他はね、なんかもう自分のなんかオーストラリアでの数年間の生活はまあこの荷物になっちゃったんだけど、本当なくてもやっていけると思う。結構なくては平気だと思うんだけど、しかもゴールの服、まあみんな知ってると思うんだけど、服とか全然ボロボロになってるから、服あんまり持っていかないかも。なんか日本で買い直すから。しかもバケツも持っていくでしょ。バケツとなんだっけ、バケツと機材、バケツとかカメラとかパソコンとかスピーカーとかそういうのもあるから、もう服全然入らないかも。とりあえず頑張ろう。よし、もうここに残ってる荷物とかはもうおばさんの荷物だから、ゴードのものはもうないね。で飛行機にチェックインできるカバンは2つで、それはもちろんバケツは1つで、バケツのカバンと、このスーツケース持ってきます。だから、もうバケツ以外ここに入らないものは持っていかないっていうことなんですね。一応日本のスタジオで練習するときにドラムのペダル持っていきたいんだけど、まあ、持っていくんだけど重いよ、重いよこれ。まあ仕方なく持っていくんだけど。どうも。もうすぐ夏だからゴーグル持っていくね。で国際運転免許証でパスポート、もう贅沢かもしれないけど練習パッドの2種類も持っていきたい。両方好きこれ。もうドラムとかバケツとか仕事のものでいっぱいになるんだよね。ドラムスティックはちょっとだけ、音楽のスピーカーも、歯ブラシなどのもの、 T シャツ、財布とサングラス、
と昔もらった。あ、ない。箸。ヘッドフォン。海パン。もういいかな。本当に。あとはいらんかも。まあカメラなどの機材とかね。マイク。これも持っていく。ノースフェイス。で、ノートパソコン入ってる。日本に行ったらこれで編集するから。お大事。ノイズキャンセリングヘッドフォン。一応この中に日本の現金が入ってる。携帯。スポンサーのシールが必要になる。新しいバッグつ手に入ったら。これ貼らなくちゃいけないから。本当に全部仕事用。ね。やっぱゴードの好きなことと仕事が混ざってるわけで、それ以外持っていくものないよね。服は日本で買えるし、もう大丈夫か。恐ろしい。ということはもうカメラのあっち側のものは今消えちまったら何も困らないってことよね。困らないか。あ、GoPro は持っていく。GoPro はちょっとね、使える使える。ちょっと今想像しよう。あっち側の、まあまだスタジオの在庫とかに置いとくものはあるんだけど、それ以外はなくなっちゃっても困らない。なくなっても平気、なくなっても平気。なくなっても平気。なくなっても平気。あ、あれ持っていく。シカマロ君と、ドラムのルディメンツの、あれ。これ、まあ、似たようなドラムの本たくさんあるから、1枚だけ選んで持っていく。すぐ重くなるから、本とか持っていくと。困らない。もうできたかな？もうとりあえず、最低必要なもの。あともう、もうちょっと T シャツとかズボンぐらいあれば。じゃあもうちょっと服入れて、もう完璧。やっぱ人間にはそんなに必要なものをいらないと言っても結構高いカメラとか GoPro とか、ゲーム用のパソコンとか、ドラム機材とかたくさん持ってるよね。人のこと言えないよね。人間はやっていくのは本当に何も言えないんでねとか言えないね。まあまあまあ、これでなんとかなりそう。で、この最後の3日間で、他の荷物捨てるか、スタジオに置いてくるんで、頑張ります。ああ、日本楽しみだね。そして、みんな、またね。